よし、やってきました。1日目ですね。さて、呪いかかった状態で始めていきますよ。よいしょ。よし、ここの穴がわかんねえんだよな。あ、光が差してる。あ、あ、おおお、しかもこれで死ぬんやん。おお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 おえー、あー、なるほどね、なるほど。うーわ、なんだよこんな簡単。うわ、戻らんでよかったかもしれんな。なんだよお前ら。あ、話しかけられるんか。うん、話しかけられないね。なるほどね。あー、やっとわかった。なるほどね、なるほど、なるほど、なるほどね。進んだ、やっと進んだ。あ、ボス。うわ、これここでやめたんか。うわー、もったいねえこと。ジジー、弱そうだな。あ、弱そうだな。どこだ、向こうか。ああ、無理。結構難しいぞこれ。当たれ。くー、当たんねえな。あ、火の粉。よーし、第2段階行くぜー。正解。てかマップ見ればわかるなこれ。全然わからんやったな。マップ見ればいいんか。あー、マップ見たら簡単じゃん。なんだよ、こんな攻略方法があったのか。おいおい、簡単ん。はい、簡単。わー、画面切り替えんでいいのめちゃくちゃ楽やな。なんだよなんやそりゃ。おい、まだ死なんのかい。くそー。よーし、お、倒した。倒したシーン見てね。よーし、こいつ倒すの諦めてから3日経ってるからな。いやー、最近仕事がねちょっと忙しくてね。おー、なんやお前、楽しそうやな。よーし、全開。てかライフが低いのかな。7しかないもんな。まあ、ハートのかけらとか完全無視してるからな。で、ここは、あ、開いたところね。あー、ここやったんやね。なるほど、オッケーでーす。なんだこれん、爆弾か。あ、そうだそうだ、前回確かなんかちょっと攻略を見て爆弾がいるってことを知って、で、ここで爆弾を使うんだ。この爆弾って何に使うんだろう。何に使うんだろうね。これ、何が起こるんだろう。とりあえず見てみよう。うぃー、これどうしよう。落ちた方がいいんかな。落ちてみるか。あ、ここね。うえ、背中でー。おお、めっちゃ攻撃しよる。ここは何？ついつい来ちゃったけど、その攻略の先を全然見てないという。ただなんかいるよっていうのだけを見たという。マップがない。ん？暗黒の地、いかーなに、お前が導く光の前に我がしもべはなすべもなく倒れた。ババン。だが、しかし、しもべの住む暗黒は所詮狩り物。真の暗黒はどういうものなのか、己の目で確かめるがいい。Yeah!
はーい。あー、待って。ちょ、弓。さあ、行くぜー。なんや、お前ら。骸骨。なんか、時のオカリの時の骸骨、リザードンかな？それにちょっと似とんだけど。痛い。あ、もう、これ、いつも間違えるんだよねー。うい。うい。あれ？あ、そうか。ガードしながら攻撃ができるのか。うい。なんや、お前ら。オッケー。横にしてこい。ほい。ほい。オッケー。横に。ほい。オッケー。ほい、オッケー。あ、オッケーじゃない。オッケー。はい。お疲れ様でーす。なんだこのガードの仕方は。あ、倒れるの？あ、来るの？もう攻撃あるのみだろ。同時に倒さないけんのか。いいぞ。よし、来た。倒したぞー。ん？あれ？あれ？え？え、どうしたらいいのこれ。おーい。痛い。蹴り！そういうことか。こいつらをちょっと一人ぐらい倒して、あいつになんかすればいいんだな。お、来たー。ほらね。戦わずして速攻。ん？お前ら聞いてねえじゃん。よーし、早い。うおー、で、これでこうすればいいんかな。痛い。ひどい。これで倒せるんかな。お、来た。これか、これか。ん、ガード。お、来た。やっぱりね、倒した後に光を刺すんだ。なるほどね。オッケー。ずーっとそうしたかったんだけど全然できなかったな。よし、来た。オッケー。よーし、さ、やっと進んだ。おー、来た。お前も逃げちゃう。なるほどね。オッケー、すごい。お、なんだその氷みたいな、その音は。あ、ごめん、お願いします。はい、ピューチョンか。はい。何やこいつ。あ、痛い。ずるくない。よーし。あれ、あー、よし、よーし、やっと倒したー、やっと倒したー、やっと倒したー。なんやお前、邪魔だ。どいてろ、またやられるだろう。邪魔？やられたのはお前がヘボだからだ。俺のせいにするな。なに、もういっぺん言ってみろ。ヘボ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 、もう言うな。くー、イカーナ王国一の剣士、剣の使い手と言われたこの俺に向かって、イカーナ王国一の剣の使い手、お前が抜け。え、剣を抜けと言ってるのだ。いや、お前体ないけど大丈夫。どうやって
めっちゃおちょくられてんじゃん。むー、よさぬかこのバカ者め。お前たちはまだわからんのか。お前も首だけ。王国が滅びてわらわがこんな姿になってしまったのは、このような小さな争いの積み重ねが原因だったのではないのか。おお、成仏された。仲間を信じそれに応え失敗を許す、そんな気持ちが我々の心から消えたのは、何者かによってあのロックビルの扉が開け放たれた時からだ。闇に光をもたらす者よ、私はイカーナル王国の王、イゴースド・イカーナ。お前のもたらした光によって我々にかけられた呪縛は解けた。この地に真の光を取り戻すには、暗黒の風が吹き出すロックビルの扉を封印しなければならないのだ。だがロックビルには我が国の数百の兵にして落とせなかった南国不落の場所、一人で挑むのは無謀すぎる。そこでだ、お前には神殿の闇に閉ざされるよう心の持たぬ兵を授けよう。お、あ、これがようやく闇の神殿というか次の神殿の曲か。やった、ちょっと長かったな、めちゃくちゃ長かったような気がする。よーし、A とか B とかあった方が楽なんだけどな。 B はないか。抜け殻の英霊寺。お、抜け殻やん。気持ち悪。抜け殻の英霊寺を覚えた。今の自分の姿を残せる不思議な曲だ。仮面で乗り移った姿で叶えれば4つの抜け殻を残せる。おお、なるほどね。あ、これで押した状態にするんか。あー、ロックビルであったな、そんなの。心を持たぬ、すなわちは自らの抜け殻を生み出すことができるんだ。うん、とりあえず重りにできるってことね。我が王国に真の光を。おお、あれ？あ、でもこれが実際あれだもんな。あれになるからな。よーし、じゃあ今回はここまでか。今回はここまでかっていうか、もう全然進めてないような気がするけど、なんか40分くらい経ってるな。よーし、今回はここまで。うわー、でも EU の機能がなかったらもう俺やべえことなってるぜ。めちゃくちゃ死んだもんな。20回以上戦ったもんな。あー、しかし疲れたな。よーし、とりあえず金稼ぎをしよう。見た。チャンネル登録をした？した。おお。ああ、ということはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。